ババさんとやったあの回想シーン、あそこ結構学生時代楽しみそうエモいなっていうのを思いましたね、うん、はい、あそこは好きです。なので見ていただきたいですね。幼馴染ですからね、はい、そうなんです、うん、回想シーンが出てくるんで確かにエモい、エモい、ほっこりしましたね、うん、ですかね僕は。ここは、あの、ちょっと私、まだ完成版はあれなんで、脚本を読ませていただいて、これどうやって再現されてるんだろうっていうのをちょっと表現されてるのが気になりました。いや、ちょっと恥ずかしかったですよね。恥ずかしかったです。なるほど。初々しい感じが出てたと思います。はい。僕、あの、観葉植物ちっちゃいやつ飼ってたんですけど、それ名前までつけた、あの、ハッピーっていう名前つけたんですけど、ちょっと遠征から帰ってきて枯れてしまって、その方から元気とか来るんですよ。今ここで言わせていただきます。枯れちゃいました。なんでまた新しい観葉植物を買って名前つけたいなと思います。え、ハッピーはもうそうですね、今違うのがいます。ハッピーの次はラッキーとかじゃあラッキーにしますね。ハッピーラッキーで、ラッキーはもっと長く保たせます。まあ、仕事からね、はい、難しいよね。そうですね、難しいですよね。はい、これ秘密ですね、僕の。はい。皆さん結構ギリギリを攻めていただいて本当にありがとうございます。はい。どうですか、ババさんとか。はい。そうですね。あ、見てわかると思うんですけど、私今までこう金髪にしたのをどこにも出してなくて、写真を SNS とかにも上げてなかったんですけど、今日。初披露。今日解禁するために、はい、隠してました。初金髪。まあこれもお仕事なんですけど、うんうん、なんか普段だったらこう SNS ストーリーとかに上げたりするんですけど、せっかく皆さんにお会いする機会があるので、初お披露目しようかなと思って、はい、隠してました。はい、すっごい似合いますね。あ、ありがとうございます。よかったです。ちょっとじゃあ今後それがどんな役柄なのかっていうのね、はい、また解禁になると思いますが、はい、ありがとうございます。